市川市立図書館ウェブサイトでの本の検索方法基礎編。この動画では図書館ウェブサイトでの簡単な検索方法、細かい検索方法、タイトルで本を探す方法を解説いたします。はじめに市川市立図書館のウェブサイトを開きます。画面中央にあるウェブオパックトップページをクリックして専用サイトへ移動します。このウェブオパックとはオンライン蔵書目録検索システムのことです。図書館資料の資料データや所蔵情報を電子化しコンピューター上で検索できるようにしたものです。簡単な検索方法。ウェブオパックでの簡単な検索方法である簡易検索について説明いたします。簡易検索とは任意のキーワードで本を検索する方法です。探したい本がはっきりわからない場合はこの簡易検索がおすすめです。入力欄に探したい本のキーワードを入力し検索ボタンをクリックすると検索できます。細かい検索方法。次にウェブオパックでの細かい検索方法である詳細検索について説明いたします。詳細検索とはタイトル、著者、出版社等検索条件を指定して検索する方法です。講談社が出版した我が輩は猫であるが読みたいなど探したい本がはっきりしている場合にはこの詳細検索がおすすめです。使用する際は入力欄下部にある詳細蔵書検索をクリックして入力画面に移動します。今回の動画では簡易検索を使って解説いたします。タイトルで探す方法。それではタイトルで本を探す方法を説明いたします。入力欄に探したい本のタイトルを入力し検索ボタンをクリックするだけです。このように簡易検索は非常に簡単な検索方法ですが簡単な分検索結果が多く出てしまい目的の本を見つけるのに時間がかかる場合があります。実際にタイトルで本を探してみます。それでは例として夏目漱石が書いた我が輩は猫であるを探してみましょう。あれ？我が輩は猫であるで検索したのに全然出てこない。どうしてでしょうか？それは入力した我が輩の漢字が原因です。図書館のデータと違う漢字を入れてしまうと正しい検索結果が出てこなくなってしまうんです。 Google とかで検索するとこの漢字でも本が出てきたよ。図書館の検索機能はGoogle などの検索エンジンと違い、曖昧検索ができないんです。なので、検索するときは漢字や送り仮名に注意してみてください。なお、曖昧検索とは、検索するキーワードと完全に一致していなくても、表記の異なりや同義語も含め、柔軟に解釈して検索することです。それじゃあ、本のタイトルの読み方しかわからない場合は、どうしたらいいですか？そんな時は、全部ひらがなまたはカタカナで入力してみてください。このように、半角、全角に限らず、ひらがなまたはカタカナで入力して検索する方法を、読み検索と言います。逆に、タイトルの漢字だけわかる、
読み方はわからないというときは、漢字や送り仮名に注意して検索してみてください。このように、漢字が一文字でもあるもの、本に表示された記述のまま検索する方法を表記検索と言います。この動画では、市川市の図書館ウェブサイトにて本を検索する方法をご紹介いたしました。簡易検索では、探したい本のタイトルなどキーワードを入力して検索してみてください。その際、漢字や送り仮名、読み方が本のデータと異なるとうまく検索できないので注意が必要です。検索したい言葉の読みが分かっている場合は読み検索、漢字が分かっている場合は表記検索が有効です。お疲れ様でした。読みたい本がうまく見つけられないときは、各図書館のカウンターでお気軽にお尋ねください。